サムヤンからですね、VAF シリーズというものが発売されます。こちらのシリーズはですね、世界初の AF 対応シネレンズでして、こちらがですね、特徴としては、今24ミリ、35ミリ、あと75ミリ、こちら3つのレンズ出てますが、これ全て重量が280ミリで統一されております。あとですね、カラーバランスですね、こちらも、この3本のレンズ全てできるだけ統一するようになっておりまして、重量と長さの統一、こちらは、ジンバルの運用なんかにもすごく、便利でなっております。あと最近ですとドローンの、カメラにこちらをつけるということもありますので、こちらにも、かなり、便利な商品になってます。あとですね、カラーバランスの統一なんかも、編集の時にですね、かなり手間が省けるような設計になっております。あとですね、細かいところで言いますと、前面レンズの前面にタリーランプ、こちらが、標準で搭載されております。あとはですね、こちらにフォーカスのホールドボタン、あとはカスタムスイッチですね、こちらを、入れ替えていただくと、こちらのリングに、絞りなんかも、カスタムできるようになっております。あとはですね、特徴としてはこちら前面にですね、電子接点がついておりますが、こちらアクセサリーを別途、こういったアクセサリーを装着することができます。でこちらのアクセサリーを装着することで、ここの、MF ですね、こちら MF のより精密なコントロールですとか、あとは先端にマットボックスをつけることなんかもできたりします。あとはですね、まあ、こちら、シネレンズとして初の AF 搭載モデルなんですが、 AF の性能もですね、かなりいいものになってまして、動画の撮影に対応するような静かな AF をこちらで搭載しております。だいたい10万円ぐらいの予想になっておりまして、こちら、そうですね、まあ、ワンオペで、最初から撮影から編集まで全て一人で行われる方ですとか、あとはまあ持ち運びにもかなり便利なものになっておりますので、クリエイターの方、もしくはこちら、映像でこちらの方におすすめの一品となっております。ぜひおすすめしたいと思います。